奥村光雄による近畿方言の区分案図。湖北、丹波北部、丹後南部と共に北近畿式方言に属す。茶色が西近畿式方言、黄色が東近畿式方言、緑色が南近畿式方言、灰色は非近畿式方言。若狭弁の一例例っ方ことは福井県令南地方で話される日本語の方言の総称である。 近畿方言の一種であるが、北陸方言の要素も持つ。若狭地方で話される方言は、若狭弁と呼ばれる。同じ県内の霊北方言が、北陸方言に分類されるのに対し、霊なかったことは、近畿方言に分類され、大海弁や、京言葉や舞鶴弁に近いとされる。これは、霊北地方との間には交通の難所である、木の目峠があり、 交流が妨げられていたのに対し、丹後国、大見国、京都との間には、比較的難所が少なく、西大見路や、鯖街道などを介して、大見、京都方面の日本海の玄関口として栄えたためで、ある。高浜巨子も、萩やさし鶴賀言葉は経に似てという歌を読んでいる。なお、鶴賀市は、旧赤狭国ではなく旧越全国であるが、通行の難所である、 木の目峠の南側に位置し、江戸時代には、オバマ藩やその主藩である、鶴ヶ藩が統治していたこともあり、方言に限らず、文化的、経済的に、若狭地方との結びつきが強い。方言学者の佐藤茂は、例見なかったことを東部方言と西部方言に大きく分け、両者に花だしい際はないものの、西部方言ほど、軽藩的要素が多々見られ、東部方言は、 霊北方言的な要素がしばしば見られると指摘している。国立国語研究所の日本言語地図によると、イダン母音に中ジタ母音が見られる。このような傾向は北陸方言に特徴的である。文法や語彙は近畿方言と共通するものが多いが、近畿方言と北陸方言の混在も見られ、特に語彙などは北陸方言の影響が少なくない。 霊北方言では、存在同士に、いる、アスペクト形式に、テルを用いるのに対して、霊みなかったことでは、おる、とるを用いる。アクセントに関しては、無アクセントが広く分布する霊北地方とは異なり、京半式アクセントが広く分布する。ただし、高浜町に、たるい式アクセントが分布し、敦賀近郊では、式の区別が曖昧になっている。また平山テルオは、お乳。 味方、鶴が東浦、高浜の4種類の音調があると指摘している。分節末が揺れる北陸特有の関東イントネーションは、霊北方言と同じく霊南方ことでも用いられる。鶴ヶ市の方言は、霊北方言の要素を合わせ持つ。京阪式アクセントの式の区別が曖昧になっているのは、霊北方言の影響であろう。オバマ市近郊の方言は、 鯖街道を通じて、京言葉の影響を強く受けており、完全な京半式アクセントである。ただし、北陸方言的特徴として、中下母音が見られる点が京言葉と大きく異なる。高浜弁は、大井郡高浜町で用いられる、若狭弁の一種である。高浜町は、福井県再生南端にあって、京都府に隣接するため、古くから京都の影響を受け、京言葉から、 高浜の言葉が生まれたとされる。江戸時代には、武士、商人、農民、漁民、ヤクザなど、階層によってそれぞれ異なる言葉があった。明治時代になると役人は、武士と商人の中間言葉を用い、伝統を守る商家はあくまで商人言葉を用いた。ただ農民と漁民だけが、大正、昭和の初期まで、地方独自の言葉を用いた。山間部と海岸部では、 多少の相違がある。交通が盛んになりラジオやテレビの影響もあって、また最近は特に観光地となっていることから、昔からの高浜弁はだんだんと用いられなくなった。独特のイントネーションや語尾を持つ。イントネーションで有名なのは、トンネルの発音である。トンネル図を発音する要領で、トンネルと発音する。このような四文字の名前の呼び方が、高浜独特とされ。 最初の文字を特別強く発音する傾向にある。語尾でよく使われるのは、ドウエや、ニャガナワイや、ケイドこれらはその場その場の感情に応じて自然に使い分けられている。また、敬語ナールなども語尾に頻繁に使われ、JR 若狭高浜駅にある、高浜市場機ナーレという名称もこの方言が由来となっている。言葉の間に、ニヤ がつくことも特徴である。高浜弁の中でも、最も顕著な言葉に、難度がある。これは人に呼ばれて返答するときに用いる、難度だが、他の方言にも見られるように、そのイントネーションにり返す回数によって、喜怒哀楽などの感情表現ができる。あ行か行作業単行な行は行ま行や行ら行は行。一勤能、前のチャリが閉鎌されてしもうた。ウェアに、ちょ。 みんなから、前の話聞いてけえやーさん、何でおめえなめとんこ。ありがとうございます。